アッタロス朝、デルタウプシロンニューアルファーシグマタウイプシロン、アルファータウオメガニュータウタウアルファーラムダイオタデルタ。ニュー期元前188年のアッタロス朝の領土、アッタロス朝とは、アナトリア西部に、紀元前282年から、紀元前133年まで存在した王国である。ヘレニズム国家の一つで、アッタロス朝ペルガモンとも称される。アッタロス朝の歴史は、パフラゴニア人である。 フィルタイロスがペルガモンの管理をリュシマコスによって任された時に始まる。セレウコス一世のアジア侵入時にフィルタイロスはリュシマコスを裏切りリュシマコスが敗れるとセレウコス長の主権の下でペルガモンを統治した。その後アンティオコス一世がセレウコス長の王位に就くとフィルタイロスはセレウコス長と同盟を結ぶとともに他の国家や都市との関係を深めた。 紀元前263年にピレタイロスの甥い、エウメネス一世が王いを継承すると、アッタロス朝は、プトレマイオス朝と友好的な関係になり、これを後ろ盾として、アンティオコスに対して、進軍もする。サルディス近郊で、セレウコス朝を破った、エウメネス一世は、セレウコス朝からの独立を果たした。一方、当事省アジアの国家や都市にとって、脅威となっていた。 ガラティア人に対しては、信仰により彼らの略奪を避けるという方法を取った。紀元前241年に、アッタロス一世が、エウメネス一世の後を継ぐと、ガラティア人に対しての信仰を止め、その結果起こった戦争で、ガラティア人を破った。この勝利によって、アッタロス一世は、王の称号を得るとともに、周辺都市からは救済者との間で、第二次マケドニア戦争が起こると、 アイトリア同盟の友好国として、アッタロス一世は、ローマ側に加わり、その結果アッタロス長は、ローマの友好国となった。マケドニアが東方への遠征を開始すると、アッタロス一世は、ロドスと共に、マケドニア軍と戦うと共に、ローマにこのことを報告した。アッタロス一世自身は、この戦争で、ローマ軍と共に戦う中で死亡するが、ローマの協力を求めたことは、 その後のローマの東方進出への道を開いたと言える。これらの戦争の一方で、アッタロス一世は、都であるペルガモンに壮麗な建物を建て、また芸術品を集めた。アッタロス一世の息子エウメネス二世が王位を継いだ。後も、ローマとの友好的な関係は続けられた。紀元前195年からのナビス戦争でも、ローマ側として火星、アンティオコス三世が、 コアジア西部に侵入すると、ショット氏はローマに救援を求めたため、ローマはアンティオコス三世に対して改戦し、エウメネス二世もその同盟関係からローマ側に立って参戦した。エウメネス二世は特にセレウコス朝の敗北を決定づけるマグネシアの戦いで活躍した。その後アパメアにおいて、ローマのマンリウスウルソヒキー和平施設により領土の調停が行われ、 アッタロス朝は小アジアの大部分の領土を獲得することになった。一方で、エウメネス2世はガラティアに遠征を行い、その勝利によってアッタロス1世と同じように救済者の称号を得た。マケドニアのペルセウスとガラティア人に対する戦いのあたりからアッタロス朝とローマとの関係は悪化した。その他の地域との関係ではセレウコス長とは同盟関係にあり、 カッパドキアのアリアラテス4世、ポントスのミトリダテス4世などとの関係も良好であり、ただ、ビジュニアのプルシアス2世だけがアッタロスに対して敵意を持っていた。エウメネス2世は芸術の講演者としてもアッタロス1世を引き継ぎ、図書館やゼウスの祭壇を設立した。アッタロス2世がエウメネス2世より王位を継ぐと論争を招くようなべての事案に対して、 ローマに報告するようになり、ローマとの関係も改善された。また、アッタロス朝に対して敵意を抱いていたビチュニアとも、プルシアス二世に代わりにコメデス二世が大いに着くと、関係が改善された。紀元前139年になると、アッタロス三世が大いに着いた。アッタロス三世は、紀元前133年に、自らの王国をローマに委ねるという遺書を残して、死んだ。 アッタロス3世の死後、エウメネス2世の諸子と考えられる、アリストニコスが王位、e、を要求して、反乱を起こすが、小アジアの国々の援助を受けたローマ軍が鎮圧し、アッタロス朝の領土はローマに返すことになった。穀物、鉱物、毛織物などの生産が活発で富にあふれた国家であった。王国の主要な収入源は、 従属都市などに課された生産物の10分の一を納める税であった。また王国内に輸送された品物に課される関税もあった。戦争時には臨時に課される税もあった。農村部の土地所有者は土地税を支払い、支払いができない時は土地を奪われ、王の財産とされた。軍事植民地では税を払うという条件の下で兵士に土地が与えられた。神殿に属する財産を利用するために、 王が、神殿管理者を指名したり、神殿の収入源を没収することもあった。その他、王室工場で生産される織物、なめし川、洋皮紙、王領からの生産物も、大きな収入源であった。ペルガモンの劇場遺跡エウメネス2世の時に、文化は、最盛期に達する。神殿、劇場など多彩な建造物の他に、プトレマイオス町のアレクサンドリア図書館に次ぐ、 巨大な規模を誇る図書館も備えた文化都市であった。王国内の領土は小アジア西岸のギリシア都市の他に軍事植民地、新殿領王領、反独立の部族が住む地域で構成されていた。ギリシア都市はさらに自由都市と従属都市に分かれ、自由都市は評議会、民会を維持し、実地が認められていた。一方従属都市には功能の義務があり、 他国との関係については、王が干渉する権利を持っていた。王国各地の植民地は、アッタロス朝以前から存在していたものもあったが、アッタロス朝によっても、商業的、軍事的目的から建設された。その多くは、エウメネス2世とアッタロス2世によって建てられたものだった。農村部の村落の多くは、当地の新官の財産に含まれ、巡礼者によって商業の町に発展し、 次第に都市化していった。王領は、老い子の持つと呼ばれる行政官によって運営され、バシリコイラウイと呼ばれる小作人によって工作された。都であるペルガモンの住民は、市民、外国人居住者、兵士、解放奴隷、奴隷から構成され、奴隷はさらに王室奴隷、公共奴隷、私有奴隷に分けられた。行政組織は、民会と評議会からなり、評議会は、 民会で審議されるものの立案や比較的重要でないことの決定を行った。行政においては5人のストラテゴイが大きな権力を持ち、本来は軍事的な役割を担っていたが、次第に国内の職務を行うようになった。ストラテゴイはアッタロス朝初期には民衆によって選ばれていたが、エウメネス一世以後は王の使命によって選ばれた。その職務には財政管理、 名誉授与の公表、他の行政官の任命、公共の公文書館の維持などがあり、5人のうち数とは評議会を統括した。初期の時代には、ほとんどの政治的な事柄がストラテ語意に委ねられていたが、次第に彼らの職務は、多くの役人に分けられるようになった。例えば、公共施設の管理をする役人、法案の編集を行う役人、法律の施行や、 役人の管理を行う役人、ノモピュラテ、金銭を管理する役人、王の不在時の代理人などがあった。また、重要な決定に際して王が意見を聞くための諮問機関があり、その中には王と血縁関係にある人々も含まれた。フィレタイロスエウメネス一世、アッタロス一世、エウメネス二世、アッタロス二世、アッタロス三世最後の君主エウメネス三世、神王。 ありがとうございます。